はい、どうもみなさん、こんにちは、リーザアートです。はい、というわけで皆さん、とうとうね、新シーズンがやってまいりました。まあね、ちょっと今回、ちょっとバトルパスなんですけど、マジで欲しいスキンがありまして、今回リーザアートは、オールインしたいと思います。レベル100まで、ブースト。さあ、行きま、ブーストでいいか。おお、すげえ！なにこれな、これ。なんか星みたいなのめっちゃゲットできたけど。あ、これで手に入れるって感じ？もしかして。さあ行きます皆さん、すべて受け取る、きたやばい、豪華。え、俺何シーズンぶりだろう、レベル100までブーストしたの。え、結構いいスキンあるんすよ。はい、というわけで、まあ、とりあえず一旦もう閉じます。え、見てこれ、スパイダーマンの女のやつ。え、めっちゃ良くないこれ。あ、めっちゃいいこれも。え、早くアンロックしたいな。はい、というわけで、今回はね、新スキン、新ピッケルで、まあ、今回はね、通常ソロに行きたいと思います。まずね、どんなアイテムがあるとか、マップとかをね、いろいろ、そうですね、探検していきたいね。はい、というわけで皆さん、マッチングいたしました。さあさあさあ、今シーズン初でございます。はい、アリーナはちょっと回しちゃったんですけど、今回はね、通常モード、まあ、どんな感じなのかいろいろね、やっていきたいと思います。さあやっていきまーす、ショータイム。開幕ね、まあ、とりあえずハテナを埋めたいよね。何が変わってるんだろう。あ、でもここら辺は、いや変わってるわ。え、全然違うわ。なんか見た、なんか建築で繋がってるもん、全部やばいな。さあ、どこ降りよう。まあなんかいっぱい人いそうな感じは すごいしてるけど、まあとりあえずアイテムを取りまして、おっとこいつ俺の真上に、はいはい、開幕俺にやられたいと。はい、開幕俺にやられたいということで、はい、倒しました。めっちゃいるね人ここら辺。危ない、エイムが悪かった、危ねえ。の、勝ったのは俺。資材もマジでない、資材は全然取れない。ここえ、金のサプレッサー SMG なんだけど。でもなんか弱かったよな、サプレッサー SMG って。一応これ新武器かな。とりあえずこいつの強さを。めちゃくちゃ弱いめちゃくちゃ弱いかもしれない。みんなこれ、この武器はめちゃくちゃ弱いね。下やマジでない、やばいこいつ、天才だ。みんな、こいつは俗に言う天才。よし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 、体力強、レッツゴー、ナイス。ブギーボムあんの、ここの通常ソロって。やばい、それは普通に俺がやってなさすぎる。つか弱いな、弱いな、このやっぱサプレッサー SMG はやっぱ弱かったね。うん、やっぱこっちの方が強いね。まあまあまあ、ブギーボムはあるよね。で、新武器を使いたいんだよ俺は。なんか聞いた噂によると新武器とかめっちゃくちゃあるらしいよね。それを使っていきたいんよ俺は。ブギーボムゲットしたのはでかいよ。あ、新武器あった。え、これでしょみんな新武器。これも置いといて、これですよ皆さん見てください、クロームスプラッシュだって。これをだからクロームスラッシュに投げると、ほらこんな感じでね、飲み込まれてこんな動きできます。はい、これは確かダッシュでできるのかな、このスライムモードみたいな。やべ、ベノムみたい、かっけー。スライムだなこれ完全見た目。ニョンニョン、あ、ちょっとバレにくいな、ここから先に。うん、ちょっと見えにくくなる、引きからしたら。え、めっちゃ落ちてない？え、こんな落ちてんのここ。バレてるよー。やばい、逃げられた、あいつに。
逃げられたんだけど、あいつ。いや、俺は逃がさん。こいつがあれば、あいつの距離を縮めれるはず。こういう時に使うのか、これもしかして。ほら、お前。あ、やばい、こいつ。あ、やばい、あ。はい。はい、完璧。はいはいはい、危ねえ。これ、ブギーボム危ないな。そしてこいつの持ってるのは新武器でございます。手に入れました。これね、聞いた話によると、皆さんめちゃくちゃ弱いめちゃくちゃ弱いらしいですよ、この武器を。ちょっと使いってみたかった。まずレティクルがおかしいよね、いつもと。何これ、横なんだけど横一列になってるんで、なんかえ、なんかアヒルマークみたいなのが出てるくない？何この、こんな動物いた？あ、ニワトリか。え、なんか鳴き声何この鳴き声だっけ？じゃなくて、あいかなかーみたいな鳴き声だったくない？今なんかわかる、今の違い、なんかちょっと違くなってるくない？だって基本的にこれで移動だね。あれ、これ8個今持ってなかった？これめっちゃ持てるじゃん。数の限界めっちゃあるやん。いいね、めっちゃ移動しやすいし。エネルギーっていうのはどんぐらい溜まるんだろう。あ、いましたね、行きましょう。待って、誰か、待って、やばい、癖がやばい、この、待って、やばい、スーパーラッシュ使っちゃう。やばい、落ち着こう一旦。ハロー、あ、やばい、なんかこいつも使った。え、これ見て、建築使うとさ、自分の建築じゃなくなる。え、わかる、これほら。さあ 50? もう弱い。これ使うとほら、よくわからんけど、マジで難しい、マジで。めちゃくちゃダッシュが使えないからさ、待って、これスーパーダッシュが使えなくなるのが弱いですね。俺も癖がやばいんで、めちゃくちゃ使いづらさはやばい。これキー変えれそうだけどな、さすがに。あ、やっと切れたモードが、もう最強俺。弱っ、この武器。待って、え、この新武器マジ弱くない？今胴体全部20とかだったよ。これ俺のエイムが悪いだけなのか、本当にこの武器が弱いかのどっちかだよ。あとこのこれね、良くないわ。対面めっちゃしづらい。多分キー変えれるとは思う。変えれなかったらマジで弱いです。今頭いい、スナイパーのプロ、ヤンパチ先輩、ワンメンタン。さあ、タワーの方でやり合ってる。タワーも少しなんか変わってるな、地味に。上になんか、見てほら、なんていうんだっけ、これ、球体、救援物資みたいなのがあるよな、この上に。あ、やれ、やれ、やれ、めっちゃいない、なんか。どこ、これ。え、どこ、どこ、待って、わかんない。え、どこにいる、これ、いる？なんか見にくいね、少しだけ。なんか企んでるぞ、こいつ。なるほどね、そういうことか。いや、ここ建築できない。ちょっと資材使いすぎたね。めっちゃ敵います。なんか見えにくいんだよね、少しだけ敵。はい、やっていく。え、これレバー、ちょ、これ何、鍵みたいなのあるけど、何これ。よし、これ最強の武器持ってる。よし、この武器はごめん、もういい。この武器はもういい。クロームスプラッシュはいらん。着実に持って。でもスナイパーでまだ倒したいね。よし、次第もくるかん。めっちゃいるな、マジで周り。あれ持ってきたね。
うわ、惜しい、頭。うわ、しゃがむ。うるせえ、あいつの動き当てんの。当たんないんだけど、スナイパー。え、こんな当たらんってぐらい当てるのむずい。はい、ショー。それは当てちゃうね、坊や。さあ、残り8人、大量キルするよ。あ、見てみんな。プライムショットガン。え、これかも一番強いの。どうだろう。え、プライムショットガン確か強かったんだよね、めちゃくちゃ。いや、いいね、スナイパー。楽しい、使ってて、やっぱりスナイパーが一番。危ない。地味にやばい、HP。地味にっていうか、結構やばい。結構やばいですね、HP。一旦全カバーしながら行こう、アンチ。どうなんだろう、プライムショットガン。まあ、今、俺が現状思ったのは、まあ、強いショットガンランキングだと、まあ、レバーショットガンが多分2位で、1位がプライムショットガン。で、3位が、あの、新武器。めっちゃ弱い、あれは。いいよな、あれ、奥。もっと奥か。え？いや、違う。これ、下だ。あ、固くね？あ、これ分かった、これ硬くなるんだ少し。硬っ、硬すぎ。え、待って、え、通り抜ける。え、そういうこと。え、すごいこれみんな。え、なんかすごいぞ、ゆるゆる今の。え、なんか、え、待って、このモードになると、でもなんか通り抜けたよな、確かに通り抜けれるし、え、プライムショットガンゲットした。めっちゃいいもん持ってるこいつ。やばいやばい、いろいろあの棒になるとなんかた、遠いよ。やばいやばい、むぜむぜ当てんの。はい、今行くよ君。さっきから俺にちょっかかけてたよね。はい、100痛いね。あれ当たったらやばすぎるか。そんな甘くなかった。みんなもビクロイ取りたいがために結構ガチガチだね。やばい、守ってるのはプライムショットガンだぞ。そしてミシック、これは絶対に負けてはいけねえ。来いよ、開けてみろよ。こいつやべえ、あいつやべえな、なかなか。大変っしょ、そんな棒立ちで打ってると頭抜いちゃうぜ。そしてあのアイテムが欲しいよ、俺は。おい、全部落ちてったって。おい、え、どこ行ったアイテム。全部落ちてったって。ちょ、むずい、シャッターが1本、シャッターが1本っていうのはむずい。よーし、さあ最後はね、スナイパーいっぱい持ってるのにも理由があります。最後はスナイパーに決めたいからです。やばい、ニューシリーズおもろいな、やっぱ武器がすごい増えとる。待って、ちょっと当てて。え、待って、やばいんだけど。あ、終わったね俺これ。え、こいつやばいわ。え、もう倒していい、ちょっと。この人みんなやばいプレイヤーナンバーワンチャンピオン。こいつの動きがやばい。まだチョコレート持ってんもん。どれも飛ばそう、こいつ。落ちやで、飛んでくれ、こんなことしてると。むずいな、スナイパー当てんの。むずい、スナイパー当てんの。なかなか当たらんな。よし、最後やばいの決めるわ。
どこ行ったラスト。はい、決まった、ラストスナイパーでウピークローイ。ちょっと最後下ったけど、さあニューシーズン初ビクライできました。いろいろすごいな今シーズンも。はい、というわけで、この前はね、通常ソロ、ニューシーズンやってみたんですけど、まあ、めっちゃ、まあまあ、まだわからんでもめっちゃ面白い、もうすでに。はい。で、今からね、アリーナをやって、アリーナ動画も出したいと思います。よければ面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。バイバーイ。